まあ、自分のこう、今のに影響を与えている先人っていうのをこう一人思い描いて、自分のちょっと、ね、自己紹介なども含めてお願いします。今百尊のところへお参りに行ってまいりましたけれども、まあ、日蓮聖人、私の実家が早稲田大学のそばの貫通寺という日蓮宗のお寺でございまして、そこの次男坊に生まれて、今は、四男坊が後を継いでおりました。で、先ほど会長にお話ししたんですけれども、運慶が飾られている運慶作の毘沙門天が日蓮聖人のお祖父様と、それから毘沙門堂というお堂を作ってそこに祀られている。毘沙門天というのはよく皆さん戦いの神と思って間違いますけれども、毘沙門様というこの神様の本当の教えは何かというと、自分を敬ってくれる人に対しては人間で一番苦しいことは何か、一番人間で苦しいということは貧しさである。毘沙門天を信仰する人間は死の苦しみを与えても貧苦を与えることはない、貧しさの苦しみを与えるものはないという、こういう教えが毘沙門様の教えでございます。それから現代では私は本当に尊敬する人というのは、一度だけあったんですけど忘れられないのが、アントニオ猪木と一緒に行ったキューバのカストロ大統領、この人はすごいオーラを持っている人だった。それから韓国の三星グループの会長のリ会長とお会いした時も、私は本当に身の震えるほどの感動を覚えた。それからモハメド・アリ、こういう人と、あとはプロレスでニューヨークのマイソンスケアガーデンで、WWF のプロモーターやっておられたビンス・マクマホンシニア、この方たちの力でもってスポーツ平和党になった時に、アントニオ猪木のイラクで日本人の人質が解放されたということは、モハメド・アリに頼んでイラクのフセイン大統領に電話を入れて日本人の人質を他の国の人質よりも数時間早く解放された。こういうことで本当にモハメド・アリという人、それからハーバート・モハメッドという人は忘れられない一人であります。それから先ほど会長とお話したときに出てきたのが、あそこに飾られている高杉晋作が出ておりました。高杉晋作という人は皆さんご承知のように28か29で亡くなっているんですね。その隣に桂小五が出て、後の木戸公院ですけれども、私の母は会津の生まれでございまして、会津の戊辰戦争の時に大変な苦しみを味わった。古い家を壊した柱の投げ石の裏に何が書いてあったか、七度生まれ変わって薩長を攻め滅ぼす、こういうふうに書いてあった。だから会津というのはすごい恨みを連綿としていまだに持ち続けていて、鹿児島と山口県とは友好都市とかそんなことは絶対やらない、観光客も入れないというぐらいの強い姿勢、つい数十年前まで持っていた会津若松、会津喜多方でございました。高杉晋作の、最後の辞世の句というのはどういうことかというと、面白きこともなきよう面白く、住みなすものは心なりけり。心という話でもって、先ほどから1時間ばかり会長と話している時は何回も心という言葉が出てくる。だから高杉晋作が28歳で亡くなった後の人生を私は会長が受け継いで生きてるんじゃないのかな、そういうふうに思いました。何はともあれ、私があって、モハメ、先ほど名前、申し上げたモハメド・アリとかハーバート・モハメッドとかキューバのカストロ大統領、この人のサインを持っているのは日本人では私一人だと思います。で、それ一緒に写真とサインしてもらうところ、私が差し出して書いているのをアントニオ猪木が写真を撮ってくれて、ほんの大きく引き伸ばしてうちにあります。で、その下にサインしてあるのが、当時の総理の、今、うちのいとこが言った、海部俊樹さんが、カストロ大統領、フェデラ・カストロの後、下に海部俊樹とサインした。これは我が家の宝物でございまして、何でも鑑定団に私がアントニー猪木のベルトと、それから格闘技世界一決定戦のモハメド・アリとアントニー猪木のサインが入っているやつを持って出たときに、ベルトが750万で、
その社員が150万でした。そういうことでプロレス時代が本当に楽しく、そして嬉しく過ごしました。皆さん、昭和8年、9年、10年、10年ですよ。私はこれ見てください、ね、人間というのは体力はなくなる、しかし体型はトレーニングによって変えることができる。椅子を並べて、もう一つ椅子こっちを置いて、毎日腕立て伏せ10回やって、少し休んでまた10回やって、私は20回20セットから30セットやる、30セット400回から600回やっていれば75になってまだ胸がこうやって動くんです。だから皆さん諦めさん、皆さんのヒンズースクワットをやれば、先ほど名前の出た黒柳徹子、ジャイアント馬場さんから言われたヒンズースクワットをいまだに毎日80回やっている、10回ずつ8セットだから、胸の運動を30回にも40回にもやって、ヒンズースクワットを10回ずつ3セットまずスタートしなさい。女の人、女の方も老化の現象はどこに出るか、目尻じゃありません、お尻が下がってくる。男もそう、お尻の筋肉がなくなってくると本当に老化の現象になる。だからヒンズースクワットと腕立て伏せだけは忘れずに、今日私にやったことを思い出しながら、この新馬のやつもやってたな、私もやろう。女の方はヒンズースクワット、男はプッシュアップ、絶対にやって若さを保ってください。よろしく、今日はありがとうございます。いいですね。